食べっ子動物は銀ビスが発売しているビスケット菓子で同社のロングセラー商品の一つ。ただし食べっ子動物スナックは名称通りスナック菓子になる。動物をかたどった一口サイズの薄焼きビスケット。卵不使用でカルシウム DHA が入っている。北海道産バター、カナダ産蜂蜜やメープルを使用。動物の絵柄と形は哺乳類と鳥類。 亀から成り立っており、その動物名の英語名が大文字で片面にプリントされている。発売開始は1978年と言われ、発売当初からのパッケージイラストはイラストレーターの原人が担当。当初は箱入りのバター味のみだったが、現在ではいろいろな種類がある。コラボ商品や期間限定パッケージでの販売もされる。1979年第18回。 モンドセレクション金賞受賞。それ以降も様々なレパートリーのものが同賞を受賞している。2012年に発売された食べっ子動物厚焼きビスケット保存館のパッケージには防災頭巾やヘルメットをかぶった動物キャラクターが描かれている。海の生物を扱った姉妹品の食べっ子水族館がある。2016年テレビアニメジョジョの奇妙な冒険サードシーズン。 ダイヤモンドは砕けない第22話において本製品が忠実に描かれて公式に登場した。下記には現在発売されていないものも含まれる。コアラを含めた計47種類か18種類、またはコアラを含めない46種類の動物名がプリントされている商品に分類される。冬季限定でバター味にチョコがコーティングされたチョコビスケットがある。 コアラが入らない46種類コアラを含めた47種類コアラを含めた18種類のみが選抜世界20カ国以上で販売されている。中国での商品名は愉快動物餅とパーティーアニマルズ。現地で1998年から発売されている。金サダムシ4、主食品有限講師、CO、リミテッドによる生産である。バター味のほか。 2014年現在日本で販売されていない海苔味、小豆味、バナナミルク味、ココナッツ味もある。ありがとうございます。